チャールズ・エドウィン・ウィンターは、アメリカ合衆国、アイオワ州出身の弁護士、裁判官、作家、政治家、ワイオミング州選出のアメリカ合衆国会議員、共和党員、アイオワ州、マスカティンで生まれたウィンターは、マウント・プレザントの公立学校を卒業後、1892年に、リンカーンのネブラスカ・ウェズリアン大学を卒業した。1895年に、 司法試験に合格し、ネブラスカ州オマハで弁護士としての活動を開始した。1902年にワイオミング州に移住。1908年には共和党全国大会の大議員を務め、1913年から1919 19年までワイオミング州第6司法区の判事を務めた。 1922年アメリカ会員議員選挙でワイオミング州全州選挙区で連続当選し続けていたフランク・モンデルが上院議員への蔵返り候補を表明。モンデルの後を継ぐ形でウィンターが共和党から下院議員選挙に出馬し当選を果たした。以後、3期連続当選を果たし、1928年選挙で上院議員へ蔵返し出馬を行うが落選。 くしくも、モンデルと同じ道をたどることとなった。1932年、プエルトリコの司法長官に就任し、一時、プエルトリコ知事代理も務めた。その後、弁護士として活動を再開させ、1948年4月22日、ワイオミング州キャスパーで死去した。1903年の夏、ウィンターは、ワイオミングという一辺の詩を読んだ。地元詩。 グランドエンキャンプメントヘラルドの記者アール・クレメンスは、ウィンターのこの詩に曲を付け発表。この歌は、州の公式な場でしばしば歌われるようになり、1955年にワイオミングは正式な衆歌として採用された。ウィンターは何作もの西部劇小説を執筆した。野営地のドーラッシュの中で、炭鉱者の道を諦めたカウボーイを描いた、グランドン・オブシエラや、西部の少年と、 女教師とのラブロマンスを描いたベン・ワーマンなどが代表作である。ベン・ワーマンは1920年にデンジャラス・ラブという題名で映画化されている。ありがとうございます。